田川陽介が重大発表。恵比寿吉和抜きの旅番組を続行、の真意とは？1月4日に放送された、ローカル路線バス VS 鉄道、乗り継ぎ対決旅。テレビ東京系、で、バス旅でおなじみの田川陽介が重大発表を言った。当番組は昨年11月13日の、田川恵比寿の旅バラ。テレビ東京系、の再放送、ローカル路線バスしか乗れない田川チームと、鉄道しか利用できない村井美樹チームに分かれ、どちらが先に目的地に着くことができるかも競う企画。この再放送で、番組の最後を一部変更して、重大発表を言っているのだ。その発表とは、乗り継ぎ旅、の第2弾を1月29日に放送するというニュース。1回目と同様にバスチームを田川が、鉄道チームを村井が率いて、秩父から日光を目指すという。この番組に恵比寿は主演しません。バス旅が終了したのは、恒例の恵比寿がある気に根を上げ、引退を申し出たから。ただ、田川はまだ旅を続けたがっていました。その希望に応えて恵比寿抜きの旅番組が始まったわけです。テレビ誌ライター。対決旅は、旅バラ、で始まった人気企画、恵比寿抜きで第2弾を放送するのであれば、バス旅も田川だけ、もしくは新パートナーを探して継続することも考えられる。対決旅の第2弾は田川だけでもやっていけるのかどうかを調べるために、観測気球を打ち上げたと見ていいでしょう。好評なら恵比寿抜きのバス旅をスタートさせるのでは。ただ、恵比寿に代わる人材がいるのかどうか。それは田川もテレ東もよくわかっているので、バス旅以外の企画で視聴者反応を見たいということです。前室、テレビ誌ライター。田川と新パートナーのバス旅は始まるだろうか。鍵を握っているのは、1月29日放送の第2弾だ。